だいぶ日も暮れてまいりました。風が吹いておりますので見やすいかと思いますが、自転車に乗ってくれもご注意ください。だいぶ天下門の先に火が整ってきたと思います。明日やるんだ。天下の皆様、準備はよろしいでしょうか。それでは姫路の上から順番に天下をしていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。天下でございます。ありがとうございます。
多くのボランティアの皆様、そして市民の皆様、また関係協力団体の皆様の大変温かいご協力をいただき、そして第9回まで実施をしたところでございます。新型コロナウイルス感染症で第6回、第7回と残念ながら中止となってしまいました。ようやく昨年の第8回、そして今年の第9回と実施をしているところでございます。来年は記念すべき第10回を迎えることから、もう少し別の角度からこの国立まとび盛り上げていきたいという
各質問委員会からの声もいただいたところでございます。その他にも多くの皆様、本当に本日はご来場いただきありがとうございます。そして盛り上げていただく市民の皆様のご理解ご協力をいただき、この企画のためにここまで実施をしているところでございます。ぜひともまた来年も実施ができるよう実行委員会一同努力をしてまいりますので、市民の皆様のご理解ご協力を賜りますようどうぞよろしくお願いをいたします。で現在本部テントでは北秋田市の皆様によるさまざまな物品販売が行われております。ぜひ一度本部テントをご覧いただきますようにお願いをいたします。そしてキッチンカーにつきましては現在2台販売をしております。中国料理ヤンヤンの皆様によるクレープ、かき氷、飲み物の販売、そして近隣の地下にあります国立大岡の皆様によるスペアリブの販売、各種飲み物の販売、ラムネ等を販売をされておりますので、どうぞそちらもご利用いただきますようにお願いいたします。忘れ物等ございませんように十分お気をつけください。